今回ですね、ずっと継続してこの研究は進めてるんですけども、オミクロン株が随分猛威を振るっているということと、あとまあ、このオミクロン株に関するですね、感染の強さですね、これがまあ、疫学的な調査から、まあ、大体どれ、デルタに対してどれぐらいかっていうのが分かってきましたので、それをですね、パラメーターとしまして、シミュレーションをいろいろやり直しまして、出てきた結果です。で、対象はですね、今まで、一度はお話ししているものなんですけども、もう一度それをですね、オミクロンに置き換えて、さらに、定量的にですね、対策の効果というのがどれぐらいあるのかっていうのも出してきましたので、お聞きいただければなと思います。まず感染確率の計算の仕方なんですけども、まあ、我々のやり方っていうのはですね、飛沫が最終的に、評価者がどれぐらい飛沫を吸ったのかと、吸引したのかということ。ここからですね、リスクっていうのを求めます。で、感染リスクっていうのは、まあ、いくつかの方法があるんですけども、一番簡単な式はですね、こんなふうにですね、感染に至るウイルスの量と、実際に吸引したウイルスの量。この比率でですね、式に入れるとですね、感染確率というのは出てきます。で、ここでこの N という、どれぐらいウイルスを吸ったのかというところを、まあ、シミュレーションから求めるわけですね。で、一方、感染に至るウイルス量ということ、これはまあ、いろいろ文献は出てきてるんですけども、まだ、いわゆるそのミクロスコピックにですね、どれぐらいかっていうのはなかなか難しいところがあって、基本的にはですね、過去のですね、イベントですね、過去のクラスターイベントを調べまして、どれぐらい吸ったのかっていうのをある程度評価するということになっています。だから今回もですね、これデータは結構古いんですけども、まだ世の中の人が、ワクチンを打っていないですね、いわゆるそのパンデミックの初期ですね、中国であるとか、韓国であるとか、アメリカであるとか、そういったところで起きたですね、クラスターイベントから類推しまして、今 N0 に対してはですね、300から2000コピーというのをですね、一つの従来株に対する指標として N を求めていきます。世の中の疫学調査から、例えばデルタ株っていうのは、もともとの、従来株に対してですね、感染力が 2.2倍とか 2.5 倍ぐらい程度と言われてますので、それをパラメーターとして入れると。さらにオミクロン株はデルタに対して 1.5 倍というのが疫学調査から分かってきておりますので、それをパラメーターとして入れて評価をするという、そういうことをしております。で、まず最初にですね、それを頭に入れた上でですね、マスクがない時と、マスクを装着した時とで、感染者と対峙した時にですね、距離に応じてですね、どの程度リスクがあるのか、感染リスクがあるのかっていうのをもう一度、オミクロン株に対して計算し直しました。左がマスクがない時、右側がマスクを装着した時、これ感染者ですね。で、その状態で、感染者が、喋っているという、そういう状態を、再現したものです。で、マスクがないときっていうのはですね、こんな風にですね、口から出た気流ですね、に乗って飛沫が、大体2メートル以上まで飛んでいきますね。で、ポイントはですね、大きな飛沫っていうのは大体1メートル以内に落ちていってくれるんですけども、小さな飛沫、ここで言うと青色で書いてある飛沫ですね。これはずっと空気中を漂うということで、リスクがそこでずっと存在し続けるということになります。で、これに対して右側は感染者がマスクを装着した時の飛沫 の状態ということで、もちろんマスクをしますので、口から出る飛沫というのが3分の1程度に抑えられますから、飛沫そのものの量も減るんですけども、それに加えてですね、マスクをすることで気流が抑えられて、飛沫の到達量が3分の1程度になるんですね。これもやっぱりマスクの効果として非常に重要なことです。一方、マスクを装着しても完璧ではないということも重要ですね。実際に3分の1の飛沫は空気中を漂いますし、また、その距離もですね、人の周りだけ、自分の周りだけではなく、感染者の周りだけでなくてですね、1メートル以内に入ってくるとリスクは高まるわけです。左の状態っていうのは、今はこんな状態ないだろうって皆さん思われるかもしれないですけども、まあ、飲食の時に会話をするとかですね、そういうマスクを装着して会話をした時っていうのは、まさにこういう状態になるということで、まあ、一つはまあ飲食の状態をイメージしてもらえばいいかもしれないですね。で、この状態でですね、横軸を感染者からの距離にして、縦軸を感染確率としてですね、15分間、喋っている感染者と対峙した時の感染リスクというのを書いたものです。これ左側は、感染者がマスクを装着していない時ですね。まあ、飲食店の中で喋っているような状態。
右側が感染者がマスクを装着してくれているとき、まあ、その状態のリスクになります。まず左側から見ますと、オミクロン株の結果がこれオレンジ色です。で、デルタ株の結果が青色になります。つまり夏の状態からですね、リスクがこのオレンジの状態、ここまで高まっているということですね。リスクに幅があるのは、まあ、過去のクラスターイベントで見た場合にですね、感染に至るウイルス量というのは結構幅がありますので、最大最小という意味でですね、書いてあるものです。で、これ見ますとですね、2メートル、一般的に2メートルっていうのがソーシャルディスタンスって感染症には言われてたんですけども、デルタオミクロンになるに従ってですね、2メートルでも結構リスクはあるというのがですね、この結果でも分かっていただけるかと思います。2メートル離れたとしてでもですね、例えば、一番リスクの高いケースをオミクロンで考えるとですね、15分間でもう 60% 感染確率あるということになりますので、まあ、感染初期のいろんな対策、マスクをするとか距離を置くとかっていうのはあったとは思うんですけども、そこをもう一度考え直す、特に感染力の強いものについてはですね、もう一度見直すこともまあ必要ではないかなっていうふうには個人的には思っております。あとポイントはですね、右側ですね、これマスクを装着するとどうしても人っていうのは安心してしまうわけですけども、ここでご覧になってわかるようにですね、1メートル以上離れると結構リスクは下がるんですけども、これは逆の言い方するとですね、1メートルを切ってですね、近づいていくとですね、結構リスク高まります。特にオミクロン株の場合はですね、50センチ以内に近づきますとですね、リスクがまあ 20% から 30% まで上がってくるということが分かっています。まあ、簡単に言うとですね、感染者がマスクをしていても50センチ以内に近づくとですね、ある程度の感染リスクはあるということで、これ安心しないでほしいということがありますね。で、これはですね、15分間からさらに時間をですね、伸ばしたときに感染リスクはどう上がっていくのかっていうですね、図を書いたものです。左側が感染者がマスクを装着していないとき、右側が装着しているとき、マスクを装着して1メートル離れますと感染リスクはほとんどありませんので、これは右側がですね、感染者から 0.5 メートル離れたところで、まあ、会話しているという、ね、そういう状態ですね。で、左側がマスクを非装着で、まあ、1メートル離れているときと。喋ってる感染者と対峙した時の時間に対する感染リスクということになりますね。1時間もう会話するとですね、オミクロンであろうがですね、デルタであろうがほぼ感染確率 100% ということになります。まあ、飲食店というか、まあ、例えば宴会なんかでですね、円卓を挟んでですね、会話をしているような状態、宴会がですね、1時間なんかに及ぶとですね、リスクは相当高くなるというのがですね、この結果からもわかるかと思います。あとですね、これはもうすでに発表したものですけども、マスクをですね、つけていることで、どれぐらい飛沫が抑えられるのかっていうのをもう一度ちょっと考えてみたいと思います。これ左側がマスクなしで呼吸をしている。右側がマスクを付着をして呼吸をしているときの飛沫が体内に入っていく様子をですね、シミュレーションしたものです。赤い飛沫は大きな飛沫で、だいたい200ミクロンぐらいですね。で、青はですね、1ミクロン以下の小さな飛沫ということになります。で、もちろん、マスクをすることで結構な飛沫というのはブロックできるんですけども、これって完璧ではないわけですね。隙間を通して飛沫が入ってくるということ。じゃあ、どれぐらいの飛沫のサイズが入ってくるかというのがグラフにしたのがこれになります。これは左側のですね、人の気道ですね。鼻腔、口腔、咽頭、喉頭、それから気管のさらに奥の方ですね、下気道と呼ばれる方にですね、入っていくわけですけども。これをですね、飛沫のサイズに応じてですね、どの程度入ってくるのかというのをグラフにしたのがこちらになります。左側がマスクがないとき、まずこちらを見ていただくとですね、例えばですね、いろんなサイズの飛沫がありますけども、大きな飛沫っていうのは大体ですね、鼻腔で捉えられますね。鼻腔もしくは口腔あたりで入ってくると。一方、小さな飛沫っていうのはですね、鼻腔、口腔を越えてですね、気道の奥の方まで入ってくるというのが、この様子からわかります。これに対して、マスクをするとどういうことが起きるかというと、大きな飛沫ですね。50ミクロンよりも大きな飛沫っていうのはかなり抑えられることがわかります。ところがですね、50ミクロンよりも小さな飛沫っていうのはやっぱり隙間とかからこう入ってきちゃうんですね。で、その結果ですね、鼻腔にもまあそこそこなるような飛沫が入ってくるということ。あと、小さな飛沫ですね。10ミクロン以下、5ミクロン程度の飛沫っていうのはですね、実はブロック効果がほとんどなくてですね、隙間から入ってくるということ、こういうこともちょっと頭に入れておいていただきたいなと思います。つまりどういうシチュエーションが起きるかというとですね、こういう状況ですね、イベントなんかでですね、まあ人が入ってですね、
会話をしているという状態。これ左側がマスクをしていないでですね、こう会話をしているときですね。これ赤い人、今飛沫を出している人が感染者だとします。で、右側が、感染者なんですけども、マスクをしている状態で、会話をしている。で、リスクを見てみますとですね、1時間ですね。1時間会話をした時の、周りの人のリスクというのが左下のようになります。マスクをしていないとですね、感染者と会話をしている隣の人のリスクがだいたい 13% ぐらい。実はリスクはですね、その前の列の人にあるんですね。これ 56% まで上がります。これに対してマスクをすることで飛沫の量を下げるとともに距離もマスクが到達する距離も短くなりますのでリスクはかなり抑えられます。ただしポイントはですね、隣の人ですね。隣の人のリスクがですね、マスクをしていても 40% あるんです。これ先ほどお話ししたように、マスクはですね、小さな飛沫に対してはブロックする効果がかなり限定されますので、お互いマスクをして会話をしていたとしてもですね、まあ、1時間程度会話を続けているとですね、40% のリスクになると。先ほどお話ししたときにですね、50センチのよりも近くに入ることなんてあるのかと思われた方いるかもしれないですけども、例えば肩が触れるような距離でですね、隣同士で話しするとですね、これは 50% を切ってしまうわけですね。だからそういう意味でもですね、マスクをするということだけで安心をするというのはやっぱり危険があるということ。つまり距離を考えないとダメだということですね。そしてまあその一例としてですね、右側を見ていただくとですね、これはマスクをした状態で、距離を取って会話をしているとき、ここまで離れる、まあ、席でいうと一つ離れてですね、会話をしているような状態まで持ってくるとリスクは限りなく小さくすることができるということがこの結果からわかります。今、いろんな感染状況を見てますとですね、一つは、やっぱりその家庭内感染というのが非常に広がってきていると。で、お子さんがですね、学校なんかで感染をするというケースが非常に増えてきて、それを家に持ち込んで家庭内感染が広がるということが一つの、まあ、主要なルートの一つとか、今見られてますけども、学校なんかで考えるとですね、実はですね、授業をしている時のリスクっていうのはそんな高くないと思いますね。なぜかというと、今やっぱりこの適当な距離を置いて机を並べるということは徹底されておりますし、まあお子さんもですね、できるだけマスクをするというような状態になっています。するとリスクどういうところにあるかっていうと、やっぱり休み時間ですね。休み時間、子ども同士がマスクをしてあがらであってもですね、会話をするとですね、先ほどお話ししたようにですね、15分間でもある程度リスクは上がってきます。でまあ、こういった状況を考えるとですね、マスクの装着とともに接触時間、例えば、15分の休み時間をですね、やっぱり重ねていくとですね、結構1日だとですね、リスクが高まるわけですよね。そういった意味で接触時間であるとか距離ということをもう一度ですね、原点に戻ってですね、考えていただくことが重要かなというふうには思っております。次にですね、リスクを考えるときに今のようなですね、1対1のリスクに対してですね、室内空間でリスクを考える。これは店舗におけるですね、感染対策とか、こういったものを考える上では非常に重要になります。例えばパーティションを設置する。これがどれぐらいの効果があるのか。よく議論されるのはですね、テーブルの上だけでパーティションを考えてしまうとですね、例えば、局所的にリスクが高まるとか、本当にパーティションの効果はあるのか。そういう議論になるわけですけども、これはですね、室内空間全体で考えるということがですね、感染対策というもの考える上では非常に重要になるということの一例をちょっとお示ししたいと思います。部屋はですね、これ16名が入るようなですね、小型の店舗になります。それで、まあ、皆さんご存知のようにですね、こういった、ビルの中に入っている店舗というのはですね、法令で定められているですね、機械式換気装置というのが必ずこれ常時動いております。これ右上の青いところがですね、新鮮空気が入ってくるところ。で左上のですね、赤いところがですね、空気を抜いていくところですね。1人当たり30リューベですね、1時間っていうのが法令で定められておりますので、これを満たすような形で、機械の性能と、それから、まあ、定員というのは決まっているわけです。で、これに対してですね、さらにですね、例えば厨房にあるですね、換気扇ですね。換気扇をつけることで、どれぐらいの感染リスクの低減効果があるのかとかですね、エアコン。
エアコンは、これは皆さんご存知のように、大抵のエアコンは換気する能力はなくて、空気をかき混ぜるだけなんですけども、これがどんな効果があるのかっていうのをお示ししたいと思います。一応、夏バージョンと冬バージョンと2つ出しておりますけども、まあ、今日は基本的には夏の方の結果、実はあまりそれほど大きく変わらないです。ということで、夏の方の結果をお示ししてですね、夏と冬の差というのも同じように議論したいと思います。で、ここでは、ちょっと頭に置いていただきたいのは、1名の感染者がこの部屋にいたとします。そして、皆さんがこの部屋に1時間在籍したときに、どの程度の感染確率があるのかという、そういう観点ですね。でまず先にですね、対策の効果というのをお見せしたいと思います。色の違いはですね、これは感染力の強さ、つまりデルタ株とかオミクロンといっても人によって差がありますので、その分ある程度考慮したもので、青がですね、非常に感染が、まあ、いわゆる、感染しやすかった状況ですね。で、灰色になると感染しにくかった状況。まあ、それでも、まあ、クラスターイベントにはなってますけども、そういった状況で、まあ、これぐらいの振れ幅はあるという意味でですね、見てください。で、上側がデルタ株で、下がオミクロン株になります。そして、1時間滞在した、感染者のいる部屋に1時間滞在したときに、新しく感染者が発生する、期待値、これがどれぐらいかというのを考えています。まあ、1を超えるとですね、これがいわゆる再生産数と1を超えるということになりますから、どん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 感染者が増えていくという状況になるわけですね。で、オミクロン株、デルタ株、まあ、特にオミクロン株を見ていただくとですね、機械式換気で、まあ、法令で定められている換気をしていたとしてもですね、1名感染者がいるとですね、もう1名まあ発生するぐらいのですね、リスクにはもう到達しております。だから、まあ、機械式換気をしているから、いわゆる法令で定められた換気をしているからといってですね、安心はできないというのが今もこういう状況になっているかなと思っております。で、これに対してですね、例えば、キッチンダクト、併用した場合っていうのが、2つ目です。で3つ目がエアコンをスイッチオンにした場合です。エアコンは換気性能は、換気力はないんですけども、こんな風にですね、機械式換気にエアコンを併用してですね、空気をかき混ぜるだけでですね、リスクっていうのはですね、まあ、10%、まあ、20% ぐらいですかね、リスクは下げることができるということが、この結果からもわかります。でもちろん、キッチンダクトとエアコンを併用することで、さらにリスクは下げることができます。だいたい半分程度ですかね。で、さらにここにですね、パーティションをつけた結果がですね、一番右の結果になります。で、ここまで行くとですね、感染リスクはもうほぼ3分の1以上のですね、効果っていうのがこれ出てくるということがわかります。で、これはどんなふうなシミュレーションをするかというとですね、ここにあるようなですね、室内で、感染者がいて、そこで皆さんが大声で喋っている状態、その時の飛沫が飛んでいる様子っていうのが左上になります。で、座っている場所をですね、これ1から16まで、インデックスをつけるわけですね。で、例えば1番の感染者の飛沫を周りの人、2から16がどれぐらい吸うのか、2の感染者の飛沫を1から16がどれぐらい吸うのかっていうのを全ての1から16までの人に対して求めます。で、そこから感染リスクを評価するとですね、感染者がどこにいて、健常者がどこにいたときにどれぐらいの感染確率になるのかっていうのが、これシミュレーションで求まるんですね。これはもう実験でやろうと思うと相当難しいこと、大変だと思いますけども、シミュレーションだとこれ簡単にできてしまいます。で、このグラフは何を表しているかというとですね、縦軸が感染者の座っている場所を表しています。1から16、このどこに感染者が座っている時の確率なのかというのを表しているわけですね。で、横軸は、健常者がじゃあそこに座った時にどれぐらいの確率で感染するのかというのを表しています。例えばですけども、4番に感染者がいるとしたときには、この縦軸の4を見るわけですね。そして、周りがどれぐらい感染するかというのをこう横に見ていけばいいわけです。例えば、この場合だと1番と2番が非常にリスクが高いですね。4番に感染者がいると1番、2番。ここですね。ここほぼ、1時間在籍するとですね、100%、ほぼ 100% の感染確率になります。ただし、感染者は1から16のどこに座っているかわからないんで、例えば縦軸の1から16を平均すると何が出てきますかっていうとですね、これがですね、
1番に健常者が座ったときに、感染者がどこにいるかわからない状態で座ったときに、その場所で感染する確率を表しています。つまり、ここの横 あのグラフが何を表しているかというとですね、まあ、簡単に言うと、どの場所が安全か、どの場所が危険かということを表しています。一方、縦軸は何ある、こちらのですね、横の、行列を平均したものが、これ縦になるんですけども、これになるんですけども、これは何を表すかっていうと、感染者が1から16の特定の場所に座ったときに、どれぐらい周りに移すのかっていうのを表しているんですね。その、まあ、こういうのを見るとですね、これを全部平均化してやると、最終的に部屋の感染リスクというのが出てこれの今回のこのグラフの場合は 6.79% ですね。で、これをですね、部屋の在籍者15人、1人感染者ですから15かけてやるとですね、これが新しく感染者が出てくる期待値ということになります。で、このマップが非常に面白くてですね、この観点のもとにいろんな対策をすることでリスクがどう変わるのかっていうのを見ていきましょう。で、その前にですね、まず、デルタ株、オミクロン株のですね、影響っていうのでどういうふうに変わってくるかっていうのを書いたのがこのグラフでして、で、室内の平均感染率はですね、従来株の 3.9% から、デルタで 5.8%、オミクロンで 6.8% というふうに、感染リスクがどんどん高まっていくということになります。で、こういった状態でですね、いろんな対策をしたときにどういう効果があるのかというのをですね、視覚的に表したのがこのグラフに、このアニメーションと、マップになります。上側がですね、飛沫の飛んでいる様子。一番左側がですね、機械換気のみの場合ですね。で、真ん中はエアコンをつけた場合です。一番右はさらにエアコンとキッチンダクトをつけた場合です。これ皆さん見ていただくとどういう印象を持ちますかね。おそらく真ん中とか右の方っていうのは部屋全体に飛沫が広がっています。ということでリスクが非常に高まっているというふうに思われることがあるかもしれないんですけども、実はですね、機械式換気の場合っていうのはですね、空気があまり動いていない状態。ここは非常に局所的なリスクがこんなふうに高まるんですね。左下のグラフを見ていただければわかるんですけども、例えばテーブルは、これ、ここ1番から4番まで座ってるんですけども、1番から4番までのリスクっていうのは1番のから4番の中でほぼクローズするんです。空気の流れがあんまりない場合っていうのはですね、まあ、この、新型コロナの場合はですね、あんまりそんな遠くまで飛んでいて感染させることはなくてですね、その周辺のリスクが非常に高まるというのが特徴ですね。1番から4番に感染者がいたときにですね、この感染者がですね、部屋の端の方にいる人に移すことはほぼないです。ただし、テーブルの上のリスクが飛躍的に高まる。同様に5、6、7、8に感染者がいたときにですね、5、6、7、8が感染するリスクが非常に高まるということがわかります。あとカウンターも同じですね。カウンターテーブルも、カウンターテーブルの隣同士のリスクが非常に高まるということがわかります。これに対してエアコンを併用しますとですね、いわゆる飛沫が薄まるわけですね。飛沫を薄めることによって、リスクが極在化していたものが、平滑化されるんですね。で、これによって、より遠くまで飛沫が飛んでいってですね、遠くの人が移すリスクはある程度出てくるんだけども、テーブル上のリスクが全体的に下がるんですね。で、それがこれ真ん中のグラフになりますね。で、結果的に感染リスクはどうなりますかっていうとですね、オミクロン株に対してですね、何も、プラスアルファのですね、感染リスク対策をしない。ただ、機械換気のみの場合だとですね、部屋全体のリスクが 6.8% あったんですけども、これが 5% 程度までですね、下げることができます。で、ここにさらにキッチンダクトも併用してやるとですね、リスクが 3.8% ぐらい、まあ、半分ぐらいまでですね、下げることができるというのが、この結果からわかります。で、ここにさらにパーティションをつけてやるわけですね。今、パーティションはですね、ここにあるようなですね、テーブルの上に1枚と、それから、カウンターのですね、2人の間にこうパーティションを置くような形のですね、パーティションを設置した場合のですね、リスクを見てみましょう。パーティションっていうのはですね、キッチンダクトやエアコンを動かして空気をかき混ぜてリスクを平滑化させるものに対して、逆にパーティションというのは極在化させるんですね。極在化させてリスクを分断させる効果があります。これはこのマップに見れば一目瞭然ですね。で、これすることによってですね、リスクが 3.8% から 1.99 まで減らせると、2% まで減らせると。一番オリジナルの状態から考えるとですね、3分の1までリスクが下げられるというのがこの結果からわかります。大事なことは、パーティションを設置することによって、局所的な関係はむしろリスクが高まる場合があります。
例えば2番の人が1番に移す感染確率、この人が隣に移す感染確率っていうのはですね、パーティションをしないときよりも高くなってるんですね。パーティションなしだと2番が1番に移す確率はですね、20数パーセント、30パーセントぐらいですかね。これがですね、さらに、パーティションをつけると高まるんですけども、全体的なですね、リスクとしてはですね、下がるということ。これがまあ感染対策を考える上で重要であるということですね。だからまあ、非常に今感染が上がっている状態なんで、なかなかその飲食店に行く人はいないかもしれないですけども、飲食店に行く場合はですね、ぜひですね、こういう、対策を施している店ということ、ところがですね、重要かな、感染リスクを下げる上ではですね、重要であるかなというふうに思います。あと、これは夏と冬のですね、リスクの違いですね。左側と右側で、左が夏で、右側が冬の状態です。非常によく似てます。空気換気とエアコンとキッチンダクトを全部動かしてやるとですね、部屋の空気っていうのはかき混ぜられますので、どちらもまあリスクは比較的低い状態で、部屋全体にこう、分散させて、リスクを分散させている状態になります。ただ違いはですね、冬の方が若干ですね、感染リスク下がっておりますね。で、これは理由は何かっていうとですね、エアコンの吹き出し角度が違うんですね。夏の場合っていうのは比較的吹き出し角度とこう、小さくしてですね、いきなりこう人に当たらないようにしますね。とか、冬はですね、結構下向きに下ろします。下向きに下ろすことによって、左と右、比べていただくとですね、エアコンちょうどですね、このドアの上にここにあるんですけども、この1番から4番までが座っているテーブルが随分違いますね。エアコンの空気を当てることによってですね、テーブルの上にですね、集中した飛沫がですね、かなり拡散されている様子がわかります。これによってですね、1番から4番までのテーブルの上のリスクがかなり下がっているというのがですね、この結果からもわかりますね。こんなふうにですね、風の方向っていうのも非常に重要ですね。平行なですね、空気の流れというのを作ってしまうと、どうしても風下風上関係ができて、局所的なリスクが高まるんですけども、エアコンの上から下に強い風を吹いてやるとかですね、そういう縦の空気の流れを作ってやる、もしくはパーティションを設置して、そこに風を当てて、縦の空気を作ってやることでですね、上下のですね、上下の空気の攪拌っていうのが促進されます。これによって、人と人との顔の近くのリスクっていうのが相対的に下がるということですね。最後ちょっと時間を押してますけども、最後ですね、カラオケボックスの話したいと思います。この時期にカラオケボックスに行くのかっていう話はもちろんあるんですけども、いわゆる小さな部屋においてですね、リスクをどう下げていくのかっていう観点から見ていただければいいかなと思います。これ、室内にですね、一人の感染者がいるときに、さっきと同じですね。で、1時間そのボックスに滞在したときに、部屋全体のリスクがどうなるのかというのを見ていきましょう。で、ここも法令に定められているようにですね、ここの青のところから、外気、新鮮空気が供給されて、赤のところから空気が排気されていると。で、この間にですね、エアコンがあって、これ空気を循環しているという、そういう状態を想定してみます。で、まずですね、9人全員がですね、部屋に入ってですね、歌を歌って、ワイ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 騒いでいる状態、つまり全員が歌を、全員が会話をしている場合ですね、で、これもいわゆるワーストシナリオです。これ1時間ここに、この部屋にいた場合はですね、部屋全体の感染確率は 35% に達しています。これもオミクロン株ですね。で、この場合ですね、新規感染者数は3人弱ということになります。つまり1人感染者がいて、1時間ここにいるとですね、新しい感染者が3人出るということになります。こういう状態は何としてでも避ける必要があります。ということで、いくつかちょっと対策を見ていくとですね、一つはですね、感染者以外は歌わないという。これ、カラオケにおいては実はすごく効果があってですね、9人1人が歌って、あとは歌わないという状況になると、飛沫の発生している時間っていうのがですね、7分弱、1人だけ感染者で7分弱になるんですね。これだけでですね、さっきの 35% から感染リスク 9% に下げることができると。まあ、歌う人以外は黙ってるというだけでもリスクは随分下げられるということがわかります。ただしですね、どこに感染者がいるかわからない状態でですね、歌うとですね、場所によって実はリスクっていうのは非常に大きく変わりますね。ここで見るとですね、9番、ここのリスクっていうのが非常に高いですね。9番に座ると感染確率 30% に達します。ところがですね、5番に着席するとですね、感染確率は 1%。これ何が違うかっていうとですね、9番はですね、排気ダクトの下にいるんですね。
だから他にどこに感染者がいない状態でここに座るとですね、飛沫が全部ここの排気ダクトの方に寄ってきてしまうということで、9番のリスクが飛躍的に高まるんですね。一方、5番っていうのはリスクが非常に低い。これはなぜかというとですね、エアコンの空気に当たっているからですね。エアコンの空気に当たっていることによって、周りからの、感染者の飛沫が抑えられるわけです。ところがですね、こういう議論をするとですね、じゃあ、9番が安全で5番が危険だ。まあ、これは事実なんですけども、それをですね、一般論として議論してしまうとですね、実はですね、これ縦のグラフを見てください。これ何を表しているかというと、感染者がその場所に座った時に周りにどれぐらい移すかとリスクを表しているんですね。すると、例えば8番と9番とかっていうのは、例えばですね、5番っていうのはですね、非常に安全だっていうことになっていますけども、5番に感染者が座るとですね、実はですね、部屋で一番ですね、感染リスクを高める場所になっているんです。これは感染者がこの5番にいるとですね、今度は自分の飛沫をですね、エアコンの空気に乗せて部屋全体に運ぶからですね、こういう狭い部屋だとリスクがやっぱり高まってくるということになります。だからまあ大事なことはですね、先ほどの部屋の居酒屋もそうなんですけども、リスクをできるだけですね、部屋全体のリスクを平滑化するというのが一つ重要ですね。これ何を表しているかというとですね、部屋全体のリスクが最も低くなったときに感染者が座っている場所はどこかというのと、部屋全体のリスクが最も高まったときに感染者が座っている場所はどこかというのを表しています。上側がですね、部屋全体のリスクが下がったとき、これ実は一番に感染者が座ったときはですね、リスクは非常に低いですね。なぜかというと、吸気ダクトから出た空気がそのまま排気ダクトに入ってきますので、感染者の出た飛沫がですね、部屋全体に拡散せずにですね、排気ダクトの方に行ってくれるからですね。つまり、リスクが高いのはこの9番だけになるんですね。一方、右下はですね、最も高いケースということで、この5番の人が感染者としてですね、エアコンの風でですね、この周りに拡散させることによってですね、狭い部屋だとですね、皆さんのリスクがこう高まるというのが、まあ、この結果からわかります。で、対策としてですね、非常に効果的なのはですね、やっぱりリスクを分散させるということですね。まあ、簡単に言うとですね、9人のパーティーをですね、2つに分ける、3つに分けるというですね、分けてやるということが非常に効果があります。まあ、いわゆる少人数、飲食店なんかで少人数でっていうのは、まあ、これ一つの理由になりますね。例えば9人でその中の1人が感染者だとして、全員同じ部屋に押し込んだときにですね、新しく発生するですね、感染者の期待値というのはですね、先ほどお話ししたように 2.8 人ということになります。で、これに対してですね、パーティーを2つに分けて、5人と4人に分けて、5人の方に感染者がいたときのですね、感染確率、どれぐらいになるかというとですね、新しい期待値はですね、最大で2人です。最初だと 0.6 まで下げることができます。つまり5人になるとですね、9人の定員でどこに座るかによってリスクが変わってくるわけですけども、うまくですね、人と人がこう離れるような形で配置してやるとですね、0.6 まで下げることができるんです。もしも4人の方に感染者がいたときは 0.4 人になりますね。簡単に言いますと、9人の中に1人感染者がいたときに、パーティーを5人と4人に分けるだけでですね、分けて、室内で、密接しないように座るだけでですね、リスクは 2.8 人からですね、0.5 人程度まで下げることができるというわけですね。これさらにですね、9人を333で分けるとですね、感染リスクっていうのはもうここまで下がります。333で分けて分散させて座るとですね、2.8 人が 0.1 人になるんですね。あと30分の1まで下がります。こんなふうにですね、密接を避けて、パーティーを分けてですね、座るだけでですね、リスクっていうのは飛躍的に下がっていくということもですね、感染リスクを減らす対策としてで重要であるということはですね、これは多分店を経営する側の人もですね、それから、まあ、そういうところに行く人もですね、両方、知識としてですね、持っていくといいことかなと思いますね。あと最後はですね、少し面白い結果でですね、これはですね、歌い方ですね。先ほどお話したように、9人が座って、それぞれ、の場所で、固定して歌っているとですね、感染者がいない状態だと、どこから飛沫来るかわからない。そういう状態になります。で、これがですね、座って歌うケースのそれぞれの場所のリスクを書いたもの。ここですね、9番 31.6、8番 18、
7番 3.58、 これが上側がですね、それぞれの場所で座って歌った時のケースです。これに対して歌う時に必ず換気口の下に行くという、つまりこれは何かっていうと飛沫が出る場所を分散させずに常に同じ場所から飛沫が出るような状態にしたケースです。これをするだけでですね、実はですね、部屋全体の感染確率っていうのはですね、半分以下にすることができるんですね。だからまあカラオケなんかのようにですね、感染者が誰かわからないけども飛沫が出る場所というのをコントロールできる、つまり歌うときは常にここで歌うというようなことを決めるだけでですね、実はリスクっていうのはかなり下げることができるっていうのがこの結果からわかります。簡単に言いますと、飛沫を発生する場所を固定することによってリスクも評価しやすくなりますし、さらにそこで対策をすることでさらにリスクを下げることができる。例えばその発生する場所が分かればですね、そこにパーティションを置くとかっていうことでさらにリスクを下げることができるんですね。これもまあやっぱり感染リスクを下げるですね、一つの工夫になるかなっていうふうに思います。簡単にまとめますと、デルタ株とオミクロン株、ここに書いてありますけども、全員で歌って全員で座って歌った場合のですね、あと新規感染者の発生確率、あと発生数っていうのはですね、1人がですね、3人以上オミクロン株ですね、発生させることになります。でも1人ずつですね、座って歌って、あとは静かにするだけで、その 3.3 人が 0.96 まで下げられます。まあ、1時間その部屋にいると新しく1人出ますから、これでもかなり大きな確率になりますけども、そこからさらにですね、排気口の下に座って歌う等の対策をすることでですね、リスクはその半分まで下げることができるということですね。はい。私からは以上でして、ざっくりまとめますと、まず感染者がですね、マスクをしていてもですね、50センチ以内では感染リスクは高まります。また、不織布であってもですね、小さな飛沫、エアロゾンのブロック効果は限定的ですので、まあ、隣同士でですね、喋ってるようなシーンではですね、やっぱりマスクをしていても安心しないということ、距離を取る、接触時間を短くする等のですね、基本的な対策というのをやっぱり忘れないようにしたいなと思います。あとはですね、キッチンの換気扇とかですね、エアコンの稼働、こういったものでですね、さらにパーティションの設置、こういったものでですね、部屋全体の感染リスクっていうのはですね、数分の1まで下げることができますね。で、特にエアコンの風によるですね、風下風上関係でですね、もちろんその局所的にリスクが高まることもあるんですけども、まあ、部屋全体の空気をかき混ぜるという効果だけでですね、リスクは下げられるということ。で、これは、ぜひ頭に入れておいていただきたいなと思います。これは別にサーキュレーターでもですね、換気扇でも全て同じですね。で、その時はですね、水平方向の流れをできるだけ避けて、上下方向の空気の流れを作るということ。これが重要になりますね。あと、まあ、カラオケボックスのようなですね、密接するような空間ではですね、できるだけパーティーを分割すること。これが重要ですね。一部屋の在籍者を減らして部屋を取るということでですね、非常に大きなリスク低減効果が期待できます。ただ単にリスクが半分になるとかではなくてですね、非常に大きな効果が期待できますので、こういうこともぜひですね、検討していただきたいなと思います。あとは、まあ、あまり、カラオケ以外でちょっとイメージできないんですけども、歌う場所を特定できる、飛沫が出る場所を限定するということはですね、これ非常にリスク低減効果としてはですね、効果が期待できます。で、こういうような状況に、持っていくということが一つ、まあ、重要かなというふうに思っています。はい。長くなりました。私からは以上です。